どうも柴です。今日はですね、地元に愛された焼肉屋に行こうのコーナーです。ということで今日行くのはこちら、焼肉味新かミシンさんかちょっとわからへんねんけど、ここが何やらめちゃめちゃうまいらしいけどね、ここねほんま住宅街やから、めちゃめちゃと、うん、いうことで行きましょう。ほい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。じゃあ何行こうか。とりあえずタンあります？塩タンね。はい、タンとあと島町、あとビールお願いします。はい、じゃあ乾杯です。うまっ。はい、ありがとうございます。はい、レモンを絞ってください。はい、はい、とりあえず塩タン、こっからやね、スタートは。あ、結構分厚い、分厚くて長い。長いな。うん、初めて、この塩タンの感じは初めてやで。めっちゃ美味しそう。もう味がな、うん、じゃあこれもパッといきます。めっちゃうまいです。うまい、うん、ちょっと火が効いてんの。あ、うん、ほう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 、熱いやん、ここ熱いね。めっちゃ癒される、体が求めてるナトリウム、うまっ。ハラミが死ぬほどうまいって言うとったわ。あ、そうなん、うん、今思い出した。撮影を切りました。あ、ありがとうございます。違うの、違うの、変な人ですよ、変な人。お母さんユーモアあるな、面白い、面白い、めっちゃユーモアあるよ。ということでこれが推しのハラミ。おお、うん、このハラミめっちゃ分厚いやん。分厚いな、うん、豪快にのっけていきますか。これね、なんでここがこんなうまいかって言うたら、おい、超絶デブな知り合いがおって、その子がめちゃめちゃうまいんすよって言っとって、おう、だから間違いない。この子のハラミ以上に美味しいハラミを食べたことないって言ってたからね。そんなに、うん、お、もうこれいけるわ。これいきますか。お母さん死ぬほど美味しい、死ぬほど美味しい、うん、うわ嬉しいです。めっちゃ美味しい、めっちゃうまい、濃厚ですね、うん、うまっ。高級店に負けへん、そんな感じなの、うん、でそこまでめちゃめちゃ脂っこくないから結構食べやすいし、これめっちゃいい。ハラミでも結構赤身に近いです。おー、めっちゃうまい。あー、ハラミ食べて、ハラミ激ヤバやから、めちゃめちゃ柔らかい。これ近所にあったら毎日来るね。来るね、うん、このまた若干の暗さがいいね。そやな、雰囲気が本当にいい、うん、で、カルビ、うますぎんこれ、もう見た目だけでやばない？やばいなぁ、見てるだけで飯食えるなぁ。
いいね。いいね。そう、火力がね、ほんま豪快やねん、ここ。そうやな。めっちゃ豪快。もうそれに尽きる。カルビ丼。うん、めっちゃうまいの。で、で、これがブリスケットっていうの。ブリスケ、ブリスケットやね。ブリスケットやね、うん、はい、これね、まあ、頼んでないけど間違えてきたっていう。それも味やから。そうや、味やから。あ、これけどめっちゃうまそう。うわ、これさっさ系やろ。さの、さ、OK。 これでちょっとさっさ系でいったらうまいところで、これをご飯の上に。あかんやつや、これ。これはうまいやろ。こうやってなんか、なんかの焼き肉で見てんけど、こうやってさっさと焼いて、おう、さっさと焼いて、おう、でこれをくるっくるっと巻いていって、おう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 、くるっくるっと巻いていって食べると美味しいよっていう感じやったね。でこれニンニクがだいぶ乗ってるからめっちゃいい香りすんね、焼いたら。もうすぐやってこれで、しまちょーっと。またこれカット大きいから食べ応えありそう。そうやね、これはでかい。うん、これ大火事になるんじゃん、もしかして。なるかな。いや、なるやろ、これ明らかになると。これ大火事、皮目からね、焼くのね。皮目からね、こう丸まってきたらチュッと入る。おおお、待って、これめっちゃ美味しいと思う。ここ、うん、あれやね、なんか物がこうへんかったり違うものが届いたりしても誰一人怒らんの。そうやな、うん、やっぱりね、これは人柄や。そうやな、うん、間違いない、うん、しかもそういうバスみたいな、こういうなんかジャンルみたいな、あー、味があるんですよね、うん、違う本が来てもあーもう食べようかみたいなみんな言えへんもんな、うん、あ、もうええよ、食べるわ俺うまっ。昭和ホルモンという称号を与えたい。そうやなで、これが念願のアゴ肉です。ね、どんなんやろ。あー、こんな感じ。ほうほうほう、ゆっくりね、あとは楽しんでいこう。 BGM 一切ないやろ。これがめっちゃいい。そうやね、僕ね、あんまり BGM ね好きじゃないの。あ、職業柄っていうのもあるかもしれへんけど、あーはーはー、やっぱりこうなんか何もない感じがすごいいいね。あ、うん、もうほんまにこういう下町系は BGM ないのが。そうやな、味があるな、うんうん、もうみんなの声が BGM みたいな。おお、ある、わかる。もう坊ちゃんの腹いきはいいやん。結構脂身が少ないお肉やねんな、こうやって見ると。アゴ肉はやっぱあのずっと使うからね、牛さんはずっと肩をもぐ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 してるから。ああ、ああ、ああ、まあ、結構この脂身の少ないお肉であっさりと食べるのかな。アゴ肉いただきます。こちら、あ、しっかり頑張ってる筋肉や。おお、うん、ちゃんと動いてる、うん、さっぱりと受けて美味しい。塩だれ、
ありがとう。幸せ空間ということで、本日はですね、地元に愛される焼肉さんに潜入してみたんでした。でここね、無駄にね、無駄にっていう言い方はおかしいけど、酒が進みすぎて酔っ払ってくる。全てが味や、ね、このなんていうの、もうみんなが騒いでる声も全てが味。そうやね、うん、一番の味はお母さん、ほんま。あとお父さんを無言でひたすら作業してお母ちゃん優しいもんな、うん、食べてみやな、わからんって言うからね、うん、本気で美味しいんで、まずでぜひとも来てほしいお店で食べてほしいのはハラミ、もうこれがナンバーワンということでね、本日はありがとうございました。熱っ熱っ。お母さんごちそうさま。あら、もう帰っちゃう。いっぱい食べましたよ、お腹いっぱい。来てよかった。めちゃめちゃ美味しかった。幸せです。幸せ。いや、僕が逆に幸せ。ごちそうさま。ありがとう。ごちそうさまでした。ということでね、本日は地元に愛される焼肉屋に行ったでした。よかった。柴田さん、最近焼肉多ない？最近筋トレ始めたって言うてるやんか。おうおうおう。まあ昔からやっててんけど、うん、ちょっとやりだしたからタンパク質と意識だし。あー、タンパク質ね。ああ、脂質も多すぎるけどな。脂質何食べた？ホルモン。あれはやな、脂質ちゃん、コラーゲン、ヒアルロン酸、飲むヒアルロン酸です。ものはいいよやということで、本日もありがとう。ぜひとも皆さん、いかん方がいいかもしれない。教えたくないんかい。 いやいや、ほんまにええとこやからマジで行ってほしい。なんかね、心から癒される、うん、そんな焼肉屋なんで、皆さんぜひとも行ってみてくださいということで、本日もありがとうございました。なんか外に出てきたら、なんか季節感が元に戻るな。ちょっと若干寒いもんな